リラケアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はお尻を小さくしたい、O脚を直したい、太ももを細くしたい、見た方におすすめの大天使の押し込みをご紹介します。では始めますね。まず足を肩幅よりも広く開いてください。そして、右の方から始めます。左足を少しこのように外向きに開いて出してください。そして大天使に手を当てます。大天使というのはこの太ももの出っ張りのところですね、骨盤より下にあってこの辺りですね、手を滑らせていくと硬いグリグリした骨に当たります。これが大天使です。で、ここを押し込んでいくことによってお尻を小さくしたり足をまっすぐにしたり細くしたりという効果が得られますので、やっていきますね。このように開いて大天使に両手を当てますね。そしてこのように体を倒していきますね。で、左足の膝を曲げていって体重を移動していく感じですね。で、こういう風になりますね。頭を右肩につけるようにして、で、肘が直角になるくらいまで傾けます。ぐーっと。これを反対も行えますね。ここに大天使をに手を当てて、ね、両手を当てばって肩より広く足を開いて右足を、外側に向けるようにして、で、ぐーっと倒していって直角になるくらいにグッと押し込みます。今の動作が難しければこういう感じで左右交互に行っても構いません。とにかくこちらの内側に押し込むというイメージでですね、グッと大天使に圧力をかけてください。手のひらの部分でぐーっとこういう形ですね。ふーっと息を吐いて押し込むようにしますね。ぐっと息止めたり吸うタイミングで押してしまうと動きが悪いですので、吐きながらふーっと押し込むですね。これを、まあ、10回程度ですね、行ってください。左右とも10回ぐらい毎日行うようにしてみてください。お脚を直すという補助になります。これで全てではないんですけれども、これも一ついい方法と言えますね。足元が映っていませんでしたので視点を変えて取っていきます。お下側と反対の足を左側に、向けますね。まっすぐでもなくて外側の方に向けてください。そして、大天使に手を当てますね。両方の手で1、2、3ですね。1、2、3、頭が肩に当たるようにして、右足が伸びていて左足が膝が曲がっていて脇腹が伸びていて大天使が奥に入るようにという形ですね。右足を外に出して左手と右手で大天使を押さえて1、2、3、1、2、3、
1、2、3という形ですね。以上です。ありがとうございました。